はい、こんにちは、こんばんは、タカです。ドル円の解説は、一本前の動画で話をしていますので、概要欄に貼っておきますので、そちらをご覧ください。はい、こちらがユーロドルの週足のチャートになります。この下落に対して、底値圏で持ち合いを形成しています。この持ち合いの中でできたね、こういったネックラインを上に抜けたことで、目線は上に上がっています。目線が上に上がった後のこの押し目ですね。ということで、この上昇波に対する押し目買いがどこかで入る、そういったのを狙っていく相場というのが今の形になります。そういった中でのこの動きですよね。ということで、結構ね、この週足だけのチャートで見ると自然な形での上昇が発生していることになります。一旦この辺りでね、抵抗はありそうですけども、まあ、この辺りの売りをこなせば、自然と上を目指して、この戻り高値を抜いていくような相場になっていくのかなというような、そういったイメージはできますね。まあこれ週足なんでね、まだはっきりとはわからないですけども、この2週間ね、大きく相場が動いてますけども、このサイズで見た場合、ここからの反転っていうのは決して驚くような場所での反転ではないというのがわかるかとは思います。はい、こちら4時間足に週足を重ねたチャートになります。パッとこれだけを見るとね、この上昇がすごく目がいってしまいますけども、これ実はね、とても大事なポイントが隠されていて、ここの赤枠というのは今まで持ち合いだった場所なんですね。この一旦下に試しているところがポイントで、実はこの重ねている足、今は週足を重ねているんですけども、これを月足に変えてみると、綺麗にね、この持ち合いの中に月足が収まるんですよね。正直ね、この下落を見た時には、この月足が下に抜けてくると思っていました。ですけども、これ2月なんですけども、2月、クローズするまでに完全に全戻しですよね。ということで、この月足レベルで、ここが明確なサポートラインとして機能しているというのが、はっきり分かった形になります。月足でここがはっきりサポートされるというのが分かったのであれば、ここから当然しっかりした買いが入ってきますよね。一度下に振ってることもあって、こういった高値を簡単に抜けていったという形になっていると思います。次にね、目線がしっかり変わってくるのはこういった押し安値を割ってきたところなんですけども、この考えを元にすると、ここを月足で割ってくると一旦考えをまた改めないといけないというのが分かるかと思いますね。そして、もうみんなね、月足でここサポートされてるっていうのはね、相場参加者誰もが分かってることなんですよね。分かっていながらね、ここを割ってくるということは当然ね、大きな流れが変わってきた証拠になってくると思いますので、最終押し安値はここ、どれだけ押してきてもここをサポートにして上に抜けていくというのをメインシナリオにしていきたいと思っています。当然これだけの早い上昇ですんで、どこかで調整の下落というのがあると思います。ただしこの上昇波に対する押し目買いを狙っていく相場になってきますんで、どこで買っていくか、例えば前回のこういったサポート、もしくはこういった持ち合いのところですね、こういったあたりでのサポート、最後は月足のサポート、こういったところで反転を伺う、こういった流れですよね。もしくはこういった流れ、最後はこういった流れ、こういった波をイメージしながらね、いずれこういった高値を再度抜いていく、こういった波をね、メインシナリオとしてイメージして相場の方に取り組んでいきたいと思っています。はい、こちら1時間足に日足を重ねています。このサイズで見てもね、この持ち合いの中の上限で一旦持ち合いを作って上昇しているのがわかると思います。こういったのは本当にチャートのセオリー通りですよね。そしてね、次はこの上昇波に対する押し目がもしあったとすれば、当然初押しということで、どこかで押し目買いを狙っていく形になります。候補となるのはこういったところの持ち合いですね。こういったところで反転していくか、もしくは高値の抵抗線となっていたこういったところで反転していくか、まあそういったのはわからないですけども、調整でね、下落してくるような形になるとすれば、少なくとも2度目の天井へのアタックですね、こういったものを狙ってのロングというのは狙い目になってくるとは思います。最終的に目線が変わるのはここのラストの押し安値、ここを割ってくれば一旦大きな調整が入ってくるかもわかりません。そういった警戒感は必要ですね。はい、こちら5本足に1時間足を重ねています。普段僕はね、5本足をメインにトレードすることってあまりなくて、15本足をメインにすることが多いんですけども、今はね、ボラが大きいということで、15本足だとね、なかなか波を追い切れないんでね、1時間足で高安を判断して5本足で追いかけていくようなトレードをしています。このサイズで見てもね、先ほどの1時間足と見た目は変わらないですね。ここを押し安値と考えて、この上昇波ですね。この上昇波に対する押し目買いをどこで入れるか。これが最初の戦略になってくるかと思います。あとは細かいところで、1時間足でこういったところに、ネックラインが引けますね。こういった高値圏、そして割れたところでもこういったところでボックスができています。こういったのってね、2つ合わせてこういった形で大きなレンジということで見てる人もいると思いますんで、こういったところはね、もう値動きが複雑になって、どんどん時間が経つにつれ分かりにくい動きをしてくると思います。正直ね、もうこの中にいる間はエントリーしなくてもいいかなとも思いますけども、もしね、ここから下に抜けてきた場合はね、多少ね、ベア派の勢いが増してくるポイントだと思います。
ただこれ全体的な相場で言えばね、もちろんこの上昇波に対する押し目買い、つまりどこで買いを狙うのかという形の相場になりますので、このベア波が崩れるようなポイントはロングの絶好のエントリーポイントになってくるということになります。できればね、そういったところまで待ちたいところではありますね。この中でね、ずっと推移するようであれば、こういった安値圏を拾っていく、ここで売るのはね、利食いの売りなら全然いいと思いますけどね、新規のショートっていうのはちょっと怖いですね。抜けてしまったらまた走る可能性ありますんで、狙うのであればこういった安値圏での買い、ただしね、これやっぱりレンジ圏でのエントリーになりますんで、トレードとしては難しくなるというのは頭に入れてやっていかないといけないとは思います。まあどちらにしてもユーロドルは、ロング一択の感じはありますね。多少ね、こういったところ終わってくればベア派の勢いが増すような形になるとは思いますけども、あまり長続きするようなイメージはなかなか持てないですね。どちらかというと、そういった勢いづいたベア派が崩れる瞬間、こういった下落が再度また反転、そういった瞬間をロングで狙う方が効率がいいのかなという感じがします。まだ山一つしかないですからね、下落してきたとしても普通はね、高値というのは2度3度試すのが一般的ですんで、2度目の高値試し、そういった波を捉えたいところではあると思います。はい、こちらユーロ円4時間足に週足を重ねています。これ見て皆さんどういう風に感じますかね。僕はもうこのチャート見るともうすごい汚いチャートやなって感じるんですよね。どういった風にね、波を描けばいいのかも分かりにくいですし、こういった一本の中でもね、上に下にとごちゃごちゃした動きしてますよね。まあ、ざっくり描けばこういった波が描けるのかも分からないですけども、なんとも分かりにくいチャートをしてると思います。こういうね、分かりにくいチャートっていうのは僕はもう嫌いなんですよね。っていうのもやっぱり僕チャートでしか判断してないので、分からないチャートだとトレードのしようがないんですよね。もう分からないのは分からないまま置いておくと、いずれ分かるようになる日が来ますんでね、そういった時にトレードしていけばいいかなと。これもう4時間足でこんだけ分からないとなると、しばらくユーロ円の出番はないかなというふうに感じています。はい、こちらポンドドル4時間足に週足を重ねています。ポンドドルは週足の高値の切り下げというのを僕は気にしていました。こういったところからこうですね、こういった高値の切り下げ、そしてここのネックラインを、週足を実践で下回る、この流れを見て目線は下かなと判断していました。つまりこの下落に対してどういった動きを見せてくるのかを見ていくチャートだと考えていたんですね。この下落に対する戻り売りがどこかで入ってまた下落していくんじゃないかと、そういう風に見ていたんですけども、実際はこの下落に対しての 100% 戻しに近い形で相場の方が戻ってきています。まだ超えてないのでね、まだかろうじて今のこの流れっていうのは生きていますけども、ここを完全にね、週足で抜けてくるようなそういった動きになれば、今までのこの高値の切り下げからのこの下部のブレイクっていうのは少し考え方としては怪しくなってきます。完全に崩れるのはここの戻り高値ですね。ここの戻り高値を週足で抜けてくる、そういった動きを示してくると、逆にここが騙しだったということになってきます。そうなるともう完全に目線が上になりますね。ですので一旦はまずはここのブルベアの攻防ですね、ここはかなり注目していかないといけないポイント、そしてここを抜けてきたとして週足レベルでのここのブルベアの攻防ですね、こういったところも見ていかないといけないなと思っています。もちろんね、今ここのブルベアの攻防で決着がついて下に再度流れが来るのであれば、この流れですね、この N 字が決まってくる、そしてここの安値を割ってくるような流れっていうのが生まれてくるんじゃないかなと思うんですけども、まあ全体的なね、ドル買いの流れというのもあってかなり勢いよくここ戻してきてますんでね、目線は下で変わりはないんですけども、ちょっと安易には売れないなという雰囲気はありますね。はい、こちらポンド円4時間足に週足を重ねています。ポンド円とポンドドルは比較的似たような流れだったんですよね。こういったところでネックラインをつけて上で推移してたのが、週足で実践でこのネックラインを割ってくる、同じようにそういった流れだったんですけども、先週のドル買いで相場が一転してしまいましたね。ポンドドルが上、そしてドル円が大きくしたということで、合成通貨のポンド円というのはここで停滞する形になってしまいました。で、通貨の主役がドルだったり円だったりに向かうと、こういった合成通貨のクロス円ですよね、こういったのはね、もうすごくそちらのね、通貨の影響を受けてしまって、チャートだけで見ていると判断が難しくなってきます。今で言うとね、完全にもう主役はドルですんで、やるのであればドルストレート、ポンドを絡めるのであればポンドドルですね。例えば5ドルを絡めるのであれば5ドルドル、そういった形でドルのストレートを狙ってトレードしていく方がいいと思います。まあしばらくはね、ドルの主役っていうのはもう変わらないでしょうから、そういった流れからしてね、クロス円の出番もちょっと少なくなってくるかなとは思っています。というわけで、このポンド円ももう様子見ですね。下には抜けていますけども、ここから先の動きというのはちょっとまだわからないです。はい、変わりまして、こちら5ドルドル4時間足に週足を重ねています。実は5ドルドルというのはものすごい安値をつけてたんですよね。ちょっと大きい足にしてみますけども、はい、こちら週足になります。
ここ10年でも最安値ですよね。こういったのを見ると僕はちょっともうロングをね握って放置なんてことはもうできないですけども、一応はね週足で完全に反転してきてこの陰線を包む形になっています。ただねこれだけの相場でね安値1回だけのアタックですんなり反転していくと考えると少しそれはちょっと無理があるんじゃないかなというふうに感じてしまいます。波で見るとこの下落に対しての戻りという形になりますので、ここを抜けていかない限りはどこかでまた売られるような形になるんじゃないかと。じゃあどのあたりが目処になってくるかというと前回のこの押し安値ですね。ここを割ってきて相場は加速してますんで、こういったところを目処に反転するシナリオが描けるんじゃないかと、こういったのをね想像しながら今相場の方を見てますけども、仮にねこういった形が崩れて上に伸びたとしても一時的にブルハ買い方ですね、買い方の勢いがついたとしても、どこかでやっぱり売られるんじゃないか、もうそういう考えになってしまいますね。つまり、いろんなところでね、買い方が入ってくるかと思うんですけども、そういった買いが崩れる瞬間っていうのを狙うのが一番効率がいいんじゃないかなというふうに考えています。はい、変わりましてこちら5ドル円の4時間足に週足を重ねています。これもね5ドルドルに引っ張られて安値を更新してるんですよね。大きい足で見てみると、はい、これ週足なんですけども50年での最安値ですね。5ドルドルはね反発してましたけども、5ドル円に関してはドル円が下に下がってるということで安値圏で停滞してる形になっています。ただしこれはねポンドでも言いましたけども、今はドルが主役の相場になってますので、クロス円である5ドル円というのはいろんな相場の流れの影響を受けてしまってね、はっきりした動きにならないことが多いですね。単純にね5ドルドルが戻ったから5ドル円も戻るんじゃないかと考えるのは少し安易かなと思います。まあ5ドルがね通貨の主役になるというのはなかなかね難しいかもしれませんけれどもね、まあ少なくともね円が主役の相場になるような形にならない限りはちょっと5ドル円は注目されにくいかなと思っています。それまではちょっと様子見ですかね。はい、こちらがニューヨークダウ4時間足に週足を重ねています。先週もすごい乱高下してたんでね、上がってるか下がってるかもよくわからなかったんですけども、終わってみれば週足とはほとんど変わらない形で受けてるんですよね。一応十字線みたいな形にはなってますけども、この下落に対しての十字線で反転という形でイメージしてる人は少ないんじゃないかなと思います。むしろここを高値、ここを安値にして、さすがにねボラの方は収まってくると思いますんで、一旦はこういう大きなレンジを組みながら徐々にこの幅が狭まっていくんじゃないかと、そういった方に考えています。まあ、そうこうしているうちにね、この時間を示すこの移動平均線、この赤い移動平均線ですね、こういったものも降りてきますので、まあ、こういったタイミングでまたどちらかの流れが出てくるんじゃないかなというふうに考えています。はい、こちら1時間足に日足を重ねています。このチャートを見るとね、少しサポートラインが変わってきますね。ローソク足の実体部分ではここがサポートになっています。これ重ねてるのは日足になりますんでね、日足でここを割ってくるとなると再度下の流れも出てくるのかもしれません。高値は一旦ここでいいと思いますんでね、一旦こういったレンジで考えてはいますけども、ボラも大きいですんでね、こればっかりはちょっと引けてみないとわからないですけども、上に引ける分にはねまだ戻り売りが出てくると思いますので、あまり焦るような動きでもないと思うんですけども、この下にね実体部分が抜けて引けてしまうような形になるとちょっと怖いかなというような、そういったイメージはあります。注意したいところだと思いますね。はい、変わりましてこちら日経平均の CFD 4時間足に週足を重ねています。ずっとね日経平均はダウに比べて弱いと、言い続けてきたんですけども、このチャートを見てもやっぱりわかりますね。ダウは踏ん張ってる中で日経平均は安値を更新しています。まあ、先行して下げてるんでね、多少のリバウンドはあるかもしれません。ただしねニューヨークダウ以上に日経平均っていうのは戻り売りが出やすい形にはなってくると思います。もしニューヨークダウがね、大幅に反発したとして、でもどこかで売りを狙っていきたいなと考えるのであれば、ニューヨークダウよりは日経平均の方がはるかに効率が高いような、そんな感じがしますね。はい、こちら1時間足に日足を重ねています。ここの持ち合いですね、ここの持ち合いを木曜日に下に抜けてその後加速という形になっています。この下落の波が出てきてますので、反転するにはこの戻り高値、ここを上に抜けてこないといけないという形になっています。今のレートで言うと1000円以上上になるんですよね。なかなか厳しいなという感じはしますけども、まあいずれね戻り高値を抜いてくるような形にはなるんでしょうけども、それまでは徹底的に戻れば売りという形でやっていくのが一番効率いいのかなと、そういった風に考えています。仮にねこの戻り高値を上に抜けてきたとしても、再度ねこういったところにもやっぱり抵抗ラインありますよね。その上にはここのネックラインもありますので、もう上がれば上がるほど至るところに今度戻り売りのポイントが出てくるという形になりますので、なかなか日経平均というのはね戻るの、こうやって見るとね戻るのは大変だなという、そういう感じがしますね。はい、というわけでねスタート見てきましたけども、今の相場主役は完全にドルです。そしてねまたこの週末に狙ったかのように悪材料が出ています。例えばね、OPEC 減産強化の協議が決裂ということで、原油価格急落しています。あとはね土曜日に中国の貿易統計も出ています。
こちらもね、かなり数字悪かったです。ただ今回はね、前回の PMI の、悪化というのがあったんでね、どこまで影響を及ぼしてくるかはちょっとまだわからないですけどもね。あとはね、コロナウイルスに関しては、ニューヨークで非常事態宣言が出ていたりとかね、あとはね、レバノンでデフォルトもありましたね。ほんとね、悪いニュースって悪い時に重なってこうやって出てくるもんなんですけども、こういったのをね、全て織り込みながら相場の方どう動いていくのか、ちょっとまだ先が読めない部分ありますね。悪材料のてんこ盛りでね、先の見通せない相場になっていますけども、やることは変わらないですね。僕の場合は、目処となる安値、そして高値を見つけて、目線を固定して、キーとなるレートを抜けてくるまでは、ブルベアの勢力を見つつ、反対側の勢力が崩れたところに乗っていくという形ですね。まあ、淡々とそれを本当に繰り返すだけです。ただし大きなボラがあって、上下に振らされてしまいますんでね、そのあたりはゆとりを持って、その分ポジションサイズは小さくして、目先の激しい動きにね、振り回されないようにトレードしていきたいです。それではね、今週も頑張っていきましょう。